HD189733 は、太陽系から約63光年の距離にある、小狐座の連星。M27 から0.3度ほど離れている。主星 HD189733。A は、大々色の主系列星。晩星 HD189733。B は、赤色 Y 星と推定される。2005年には、 トランジット観測によって、惑星 HD189733B が発見された。衛星はスペクトル型系例の大々色の主系列性と考えられているが、かつては G5 型の黄色の主系列性でソーラーツインだとされていた。衛星の表面には黒点があるため、時点によって高度が1.5%ほど変化する。このため、 竜座倍型変更性に分類され、小ギツネザ V452 星とも呼ばれる。2006年に発見された B 星は非常に小さなおそらく M 型の赤色 Y 星である。A 星から216天文単位離れており、太陽系から見て時計回りの軌道を約3200年の周期で回っている。惑星 B は木星より15%ほど大きく。 衛星を約二日で公転している。2007年には、スペクトルの観測によって、水蒸気の存在が確認され、翌年には、メタンも検出された。境外惑星で、水が発見されたのは二例目、メタンは初めてである。また2007年、スピッツァー宇宙望遠鏡での赤外線観測に、基づいて、惑星表面の温度分布図が作成された。これは、 史上初の太陽系外惑星の地図である。この星のトランジット観測は日本でも何度か行われており、その中には高校の天文部によるものもある。ありがとうございます。